こんにちは、池田真子です。今日の真子チャンネルはコスメです。はい、今回は100均ダイソーの購入品を紹介したいと思います。リクエストでダイソーの新作コスメをレビューしてほしいっていうのがあったので、今日は手につけながらチェックしてみたいと思います。それではご覧ください。真子チャンネルスタート。では紹介していきます。一つ目はこちら、エルファプロフェッショナルアイシャドウ。今回はブラウンとピンクパープルを選びました。あともう一つ、ブルーのパレットもあったんですけど、この2つが気に入ったので買ってみました。ではちょっと開けてみます。ケースはシンプルな感じで、あとサイズがちょっと大きめです。で、中は3色入っていて、こちらにチップもついています。スポンジもちょっと柔らかくていい感じの弾力かなと思います。ピンクパープルの方はこんな感じです。ではちょっと手につけてみます。はい、こんな感じで塗ってみました。上の3色がブラウンの方で、下の3色がピンクパープルのカラーになってます。ブラウンの方はすごい使いやすいカラーだと思うし、このピンクパープルの方はピンクがすごい、特に発色が綺麗です。ちょっとね、ぼかしてみると落ちやすいのかなっていう印象もあります。このピンクのところなんですけど、こう擦ると、なので薄付きにしたい方はこうぼかして使うのはいいと思うし、ちょっと濃いめにつけたいなっていう方はこう重ねてこうぼかしてっていうのを繰り返していくと、ちょうどいいカラーになってくれるので使いやすいと思います。で、色はなんか細かいラメっていうか、パール感の強いカラーになってて、こうギラギラしすぎずに綺麗な感じだと思います。この上のカラーとかは涙袋とかにも使えそうだし、この下のカラーは普通にアイシャドウとしてもらったり、あとはアイラインとしてこう細く入れてみたりとか、いろいろ使えるんじゃないかなと思います。すごいもう発色が良くて、ちょっとこれから使うのが楽しみです。またメイク動画で使いたいなと思います。次はこちらです。エルファプロフェッショナルチークコーラルです。こちらも確か3色ぐらいあったと思うんですけど、今回はこちらのコーラル開けていきます。はい、中はこんな感じで、ブラシもついています。ではせっかくなのでこちらのブラシでつけてみます。はい、こんな感じで色はほんのりついてくれます。ちょっとね、このブラシがちょっと固めなのかな、なのでちょっとこちらが粉飛びしやすいと思います。ちょっと手でたくさん重ねてみます。あ、でも重ねれば重ねるほどこんな風にはっきりと発色してくれるので、こう自分好みの濃さにできると思います。すごい可愛いカラーで使いやすいと思います。ちょっとこのブラシは私的にはこっちよりも、皆さんが自分で持ってるブラシを使った方が使いやすいと思うんじゃないかなって感じました。でも発色はいいし、ラメはこう密かに入って、こう見た時は入ってるかなと思うんですけど、こう塗るとそんなにラメ感は感じなくて、ちょっと艶っぽく見えるというか、すごい綺麗なカラーなので、気になった方はチェックしてみてください。次はこちらです。じゃん、エルファプリンセスリキッドアイライナー B ダークブラウンです。後ろに塗り方も書いてあります。これは前から出たやつかな。ちょっと開けてみます。じゃん、あら、なんかおしゃれな形です。こういうアイライナーはちょっと使ったことないんで、どんな感じなんだろう。お、はい、筆はこんな風になっています。手に塗ってみます。ピーン、ピーン、でもすごいスルスル描きます。ちょっとあんまりつきすぎると乾きにくいかもしれないです。わかるかな。こちら辺はもう大丈夫なんですけど、こちら辺ちょっとつけすぎちゃって、こんな風ににじんじゃいますね。あと筆の先が、先だけちょっとなんか筆っぽくなってて柔らかいんですけど、この真ん中の部分、ここちょっと硬いんですよ。コンコンコンって言ってる。なので太すぎないっていうことなんかな。描きにくいことはないんですけど、あ、でも細くも描ける。なので結構太さとかも調節できるのかなと思います。色もダークブラウンなんで、こう真っ黒っていう感じではないので、ちょっときつすぎない感じにしたいなっていう時にいいかもしれないです。ここに汗や水に強いって書いてるんですけど、確かに今これ結構強めにこすっても全然消えないです。これこれからの季節すごいいいと思います。次はこちらです。エスポルールパウダーファンデーションアイボリーです。これは200円商品になってます。実はこのエルファーの方からも
ファンデーション出てたんですけど、その前にちょっとこっちのエスポルールの方を買っちゃって、でまだレビューしてなかったので、ちょっとこっちを紹介したいと思います。パッケージもなんかおしゃれです。ほっちょっと今回ブラシを忘れてしまったので、またテレに塗りたいと思います。テレに、あ、こっちにスポンジがあったのでスポンジをのせてみます。はい、こんな感じで塗ってみました。ちょっと分かりにくいと思うんですけど、塗った感じは乾でこはそんなに感じられないんですけど、でも毛穴は結構薄めてくれるし、すごいなんかキメも細かく見えるし、マットですごい綺麗なお花にしてくれると思います。これは普通に全然使えると思います。ちょっとスポンジとかちょっとパフとかブラシはついてないんですけど、200円で買えるし、しかもサイズ的にもコンパクトで可愛いし、いいかなと思います。こちらも3色ぐらいあったと思うので、自分に合った色を見つけてみてください。今回はこれで以上になります。いかがだったでしょうか。今回はダイソーのコスメを紹介しました。100円でこのクオリティはすごいなと思ったし、さっきのアイライナーティッシュで何回こすっても本当に全然落ちなくて、これはめっちゃ夏いいかなと思います。アイシャドウはちょっとティッシュでこするともうこのパール感が残るだけで色は全部消えちゃったんですけど、チークも若干残ってて、あとこのパウダーもすごい使いやすかったし、綺麗なカラーで可愛いコスメがたくさんだったので、皆さんもぜひチェックしてみてください。商品名は概要欄にも書いています。他にもいけるもこのまこチャンネルでは DIY やメイクなどアップしています。気になるのがあったら評価やコメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。いけるセカンドもチェックしてください。ということで、今回はいけるもこのダイソーの新作コスメの紹介でした。バイバーイ。